そろ起きないと遅刻しちゃうよ。じゃあ玄関で待ってるからね。着替えるふりして寝ちゃダメだよ。前科30分くらいあると思うんだけど。もう見飽きてるから。じゃあね。よかった。ああ、驚かせちゃったんだ。そうするね。何がいいかな。そんなことないよ。どうせ毎日することなら楽しい方がいいじゃない。
私のノートをコピーして回すだけでしょ。もう言いようだね。私全然得しないんだけど。そこは先方同士だと思ってくださいませ。命拾いしたな。日頃の行いがいい人は遅刻すれすれに飛び込んできたりしないわよ。
お昼どうするの？私もそうしよう。俺も入れてくれるかな？あ、私も。よし、勝った。まあ、当然かな。やったね。さすがはチョキの神様。宇宙にはグーとチョキとパーの神様がいてね、全員力が互角なんだけど、それぞれ一緒に対して力を加えているの。その円運動がエントロピーを。優しいね。私、メロンパンとクロワッサンサンド。私、チョコロールとメロンパンとオレンジジュース。俺たちは屋上で場所取ってるから。悪いな、ナオキ。サンキュー。あれ？青春のメロンパンがないよ。あ、私まだ。じゃあ、半分こしよっか。自爆だね。
醤油入れ。年に1回の恒例行事だからな。直樹が醤油とか言ったから、おかげさまで食欲ゼロになったよ。